テイステイステイス、あ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 、テイス。音来てるかな。どうもー。はいはい、お疲れ様でーす。あ、あ、音来てる？荒野いたね。荒野もね、弾丸塾、参加してくれるって。電話でね、説明したんだけど、何のことっすかって言ってて、これどうなんすかって言ってて、すごい興味持ってもらえて嬉しかったな。そうそう、荒野にね、電話でね、聞いたんだけどね、なんかね、電話だと伝わってなかったみたいだね。なんかね、ひどんなさんも参加してるし、結構いい感じですよ、弾丸塾。盛り上がるといいな。もう完全裏方だけどね。でもなんかさ、こういうテレビの完全な人の裏方でもお仕事でさせてもらえるっていうのは、チャンスだよね、どう考えても。ありがたいよね。まったりやろう。まったり。間違いなくチャンス、こっから広がる。そうだね。俺として何がチャンスかっていうと、なんか勉強になるっていう。確かに演者として出れないっていうのはさ、美味しくないんだけど、学べることが多分とんでもないよう、その現場で、そう、プロの動きというか、そういうのを間近で見れるっていうのは、すごい勉強になることだと思ってるから、美味しくはなくても勉強になるっつうか、美味しくないんだけど、一番なんか、こう、学ばせてもらえるのは、まあ自分かなって思ってるかな。なんか、ね、裏方でもさ、構成作家、それこそダンカンさんなんかずっと構成作家もやって、タレントもやってた人だから、ね、チャンスだよね。ね、でもこういう風な活動ができるっていうのはみんなが支えてきてくれてたからだよね。本当にありがたいよ。そういうこと、そういうこと。たけしイズムがこう学べるというか。ていうか実際ね、たけしさんもね、どうなるか分かんないからね、今後。新しい事務所を立ち上げたばっかりでさ。ね。でもなんか一つ夢が叶いそうだな。一つ夢がこう、着々と叶いそう。一個一個夢は回収していくもんだよ。米びわ買いは了解、ありがとう、教えてくれて。さすがワードリスナー。気づくね。これを。これでこうか。これでいいかな。OK。まあ、仕事はある程度終わったんで、ゆっくりまったり通常枠やりましょう。
参加表明者がどんどん増えて嬉しいな。でもね、俺びっくりしたのがね、ゆいがさんが公式のリリース前に、ゆいがさんが男官塾のことを知ってて、アンテナの張り方すごいなと思ったね、ゆいがさんは。はい、こんばんは。水玉さん、お疲れ様です。すごいね。やっぱ、いろんなところからアンテナ張ってるんだね。リスナーさんが多分古い古参の人ばっかりだから、多分、なんかネタがあったら振るようにサイクルができてるんだろうな、多分。あれはすごいなと思ったよ。多分世代的にリスナーさんがさ、たけし軍団のことウォッチしてたとかそういうことだと思うんだけどね。すげえと思って、ゆいがさんがもう朝起きたら喋ってるよと思って。でもまあリスナーさんとしても悪くない企画だと思うけどな。なんか配信者とこうたけし軍団さんが絡むっていうのは見応えあるでしょ？どう？ワクワクしない。都内でやってる強みあるよ。だからね、東京にね、やっぱね、配信者が集まってくるっていうのはそういうところだよね。やっぱ業界の人とかって、やっぱ東京で活動してるのがほとんどだから、アイコに巻き込まれて、そうだね。うん。アイコさんに巻き込まれたね。全然俺がヒゲ剃る意味がわかんないけど、うん。ヒゲは剃られちゃいました。恥ずかしいよ。ひげないとさ、童顔になるからさ、嫌なんだよね。ちょっと今日は疲れたな。今日は疲れたな。本当はね、ミーティングだけの予定だったんだけど、いろいろ動いちゃったね。愛子さんはでも持ってるよな。球が太いというか 心が強いよね、愛子さんは。
ていうか、いいよな。俺も出たいな。俺も出たいよな。羨ましい。だってさ、生主の時にさ、こんな時代が来るとは思わなかったもん。駆け出しの頃、大手さんの生主さんとコラボするだけでもさ、本当に一苦労するぐらいだったもん。花火対決の罰ゲームが、坊主か1位に花火30発。1位30発いいと思うけどね。はい、マムさんこんばんは。楽しんでってください。リスー。まあでも、あそこまで、女性でね、結構あそこまでね、ゴリッとやるっていうのはすげえなって思ったよ。なかなかできないもん、2ブロックとか。結構生で見たら結構えぐいぐらい、反り上げてたよ。女の人でね、あれをやっぱできるっていうのは、配信者としての強みだよな。あれはすごいと思った。あれは、すごいね。なかなかだよ。なかなかできないよ、女の人で。あそこまでゴリッといくって。27発じゃないな。おはよう。1位が愛子さんが嫌いにたまちゃんだったから坊主。それでなんか坊主選ぶっていうのはなんか男らしいよね。たまちゃん嫌いだもんね。大嫌いだもんね。愛子さんキム・ジョンイルみたい。なんかジョジョの奇妙な冒険みたいな印象だった俺。ジョジョに出てきそうだなと思ってびっくりしたな。ジョジョじゃんっていう。女の人で横刈り上げてる人なんか俺見たことないもん。生まれてこの方。あれってさ、女性って髪の毛命じゃん。すごいと思うよ。あんだけできるっていうのは。なかなかできないよ。なかなか。あ、正直、俺が女だったらできないと思うもん。そう思わない？みんなおはよう。俺もう疲れたよ。まあでも、呪縛もやんないといけないから、稼がないとね。呪縛やって稼ぐわ。呪縛やって、稼ぎます。自分の仕事もしないとね。
とはまあ誰が参加してくるのかによってさ、もう決まるだろうな。誰が参加して誰が興味持ってくれるかだけだと思ってるから、まあまあね、企画の番組の内容はさ、もうダンカンさんとさ、生主のケミストリーじゃん。どうなるのか分かんないよね。あ、野田ゾーリが参加するみたいです。やっぱすごいな、ダンカンさん。野田ゾーリ参加表明来た。素晴らしい。野田ゾーリ来たか。やっぱ野田ゾーリ来るよな。今のところ、便所太郎さん、三杯目光、光矢、愛子さん、海宝、野田ゾーリ、すげえな。めちゃめちゃだな。野田ゾーリ、なんかツイートしたらしいよ。今来た。ああ、すごいね。これは大変なことになるね。これは大変なことになる。みんなありがとう。今日のね、枠のおかげで。野田ゾーリ今、参加表明だって。野田ゾーリ優勝候補の一人だろうね。野田ゾーリは優勝候補の一人だと思う。ああ、すごいね。すごいすごい。参加表明来たって。あ、本当だ。野田ゾーリ来てるわ。野田ゾーリ来た。確定ですね。ダンカン塾参加表明来ました。来たね。みどりさんは出るかどうか分かんないな。みどりさんと野田ゾーリが肩並べて戦うのってすごくない？そう考えると想像つかないよね。野田ゾーリ来たね。ダンカンさんって何が面白いの？ダンカンさんはもともと、風雲たけし城であったりとか、なんだっけ、なんとかダービーとかさ、いろいろあるんだけど、ゴールデン番組、そこで放送作家をやってた人だね。だから、番組あるじゃん。なんつうの、ゴールデン番組とか、あれを作ってた人、簡単に言うと。制作者側兼演者。ああ、相撲大会出てた時誰だったかな？力也さんがもう引退してるかな。風雲たけし城とかの構成作家の人。もう、要はたけし軍団の中で構成作家とか放送作家かやってた人って、多分、ダンカンさんが一番有名じゃないかな。あと、何が面白いのって、例えば、無茶ぶりを、弟子に、たけしさんの弟子になると、ダンカンさんが面倒見て、鬼軍曹って呼ばれてるのね、もともとは。で、例えば水道橋博士のエピソードを言うと、おい水道橋博士、パンツ脱げ、全裸になれって言われたら、普通なんでですかとかなるじゃん。そうじゃなくて、わかりましたって言って全裸になったら、ダンカンさんも全裸になって、いきなり2人でシックスナインするんだって。それくらい無茶ぶりをやってたっていう。まあ、カメラ回ってないよ。っていうような、そのエピソードがもうネットだけでもすごい量があるの、ダンカンさんって。もう簡単に言うと、もう追い込み型の、なんつうんだろう、すごい、なんつうの、追い詰める人なのね、ダンカンさん自身が。で、弟子を辞めちゃう人とかもいっぱいいるんだけど、そこで生き残ると初めてそのたけし軍団として認められるから、登竜門的な感じ。登竜門っていうのか、虎の穴っていうのか。で、そのなんつうのかな、有名になった人というか、有名になった人っていうと、もともと有名なんだけど、その変な言い方だったな、なんつうんだろう、まあたけし軍団のまずは最初は全部ダンカンさんに任せる。だからもう秘蔵っ子だよね。もともと立川談志の弟子を辞めてたけしさんの弟子になったんだって。すごいよ。
竹市場って確か外国、あ、そうだよ、そう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 。権利買おうとした？あ、そうだよ、外国のテレビでパッケージバンバン売られてるみたいな。今日は終わりまで楽しみ、ありがとう。楽しんでって。ありがとうね、そう言ってもらえると嬉しいよ。今決まったのが誰だ？野田総理、便所太郎さん、3倍目光くん、荒野愛子さん。ひどんな荒野解放、アチョカルベイビーさん、卵味噌、アグリン、イエメン、小島グランプリ、踊る便所太郎か。あ、今人気番組なんだ。まあ、野田、ひどんな、便所さんが今のところ強いね。小島グランプリも強いか。なんか、今のメンツだと、踊る便所太郎を小島グランプリ、ひどんな野田、ここ、もう最強、持ってくだろうな。でもさ、いい勉強になるんだよ。過疎生主が、あ、プロの生主ってこんだけレベルがあるんだっていうの、もうわかるわけじゃん。で、そういう機会ってなかなかないからね。結構これはすごいことだと思うよ。いい時代だよな。羨ましいよな。でも野田総理が決まったのは結構運営さん的にはこう嬉しいはずだよね。ダンカンさんがすごい面倒見がいい人なんだって、スタッフさんに聞いたら。だから面白いやつ大好きで、普通になんか仲良くなると居酒屋とか連れてってくれるらしいよ。やばくない？もう超可愛がるんだって。可愛がるけどお笑い芸人としてはとことん追い込むみたいな、そういう人らしい。すごいよね。名俳優でもある。間違いない。ちなみにこの中の年齢だとたけし軍団やっぱドストライク世代の人多いのかな。なんかね、この前ね、それがさ運命だなって思ったのがさ、前日よ、俺ちょっと冷や汗たらーって出たのがさ、まだ要はプレスリリースって言って公式で発表してないのにダンカンさんの話題が振られた時、運命感じたよ。昨日の枠で、昨日の枠、たまたまなぜかダンカンさんの枠に名前が出て、なんかね、鳥肌立ってたもん、実は一人で。なんか30分ぐらいその話題になったんだけど、マジかよとか思って、話してえけど話せねえよなと思って。だからなんかあるんだろうね、こう運命みたいなものって。あ、ビビったね。夜中名前が出て夜につながったら震えたでしょ？ちょっと俺からするとさ、もっと震えたよ。あれ、何、誰、誰も知らないんだよ。誰も知らない。もう本当に数ヶ月前から動いてたよ、この企画って。で、絶対漏れたらさ、企画倒れするの分かってたから、なんつうの、もうだんまり決め込んでたわけじゃん。おしゃべりな俺がさ、全然喋らなかったでしょ。あ、そうなんだ。知らなかった。映画監督で賞取ってんの知らなかった。いや、だからね、なんかね、怖かったよ、昨日の夜は。だって、昨日の夜の時点では、ダンカン塾の話してなかったもんね。だから、なんかあるんだろうな、みたいな。
ダンカンさんよりがなる、あ、だ、だるかなるタカさんの、え？が、ガダルカナルタカさんの方がタケシさんに近いと思ってた。でしょ？違うんだよ、意外と。俺、内情をね、実はそういうふうに思ってるけど、実はね、内情のことをいっぱいたくさん聞いてたから、全然みんなのイメージと違う。本当のことは。本当のことは全然違う。だってさ、あれだよ。今回、ある北郷さんっていう人が司会。まあ、ある北郷さんがメインなんだけど、メインズが司会なんだけど、ある北郷さんって、たけしさんのあれだよ、側近だよ。側近というか、付き人だよ。たけしさんに一番今、ビタビタに近い人は、ある北郷さんの。で、この動画見てもらうとわかるけど、ある北郷さんだけ、たけし軍団の中から TN ゴーンって言って、たけしさんの事務所に移籍してるんだよ。たけしさんが、のずっと付き人をやってる人。だから、今回、その企画、配信者の、そのトップ優秀賞を取った人は、たけしさんから名前がもらえるかもっていうのは、そういう特殊なつながりがあるから。だから水道橋博士とかさ、水道橋博士も YouTube やってるよね。もしかしたらね、博士とコラボとかもあるかもしれないよね、今後ね。わかんないけど。流れで友部千秀とコラボ。僕は演者じゃないからね、頑張りますよ。なんとかね、いい番組を作れるように、みんなが面白かったって言ってもらえるように。結構何ヶ月も何ヶ月もこう、打ち合わせ、配信外でね、喋りたくて喋りたくてしょうがなかったコンテンツなんだけど、もうやっとね、スタート。もう俺の夢の一つでもあるんでね、皆さん楽しんでってください。運営ですらないけど 運営ですらないけど、俺の中ではこの弾丸塾がもうなんか配信リスナーに対する恩返しだと思って頑張って動いてきたんで。なんかこういう過疎生主も参加できる夢みたいな番組がね、あったら配信会全体が嬉しいじゃん、やっぱり。やっぱね、でっかくね、みんなが楽しめる番組を作らないとね。あとは誰が出る可能性あるんだろうな。もうここまで来ると誰が出るか誰が出ないか分かんないな。野田ゾーリ、ヒドンナとか。たけし軍団よく見てたけど、一番側近の人今日まで知らなかった。発見だわ。でしょ？ある北郷さんは若い人だから。そう。でも、その、たけしさんのことを一番よく知ってるから、たけしさんの、その、最近のネタっていうの、最近たけしさんこんな感じですよっていうネタっていうのは、もう、ある北郷さんが一番最新のネタを持ってるっていう。YouTube のある北郷チャンネル、フォローしておくと、そういうネタがいっぱいあるよ。見てみようか。
ある北郷チャンネル。ちょっと待ってね。そのビートたけしが今どうなのかっていうネタをずっとやってて、それを YouTube で公開してるんですよ。これが今回弾丸塾指導って言ってこのチャンネルなんだけど、動画見てみるとビートたけしと伊勢丹おじさんとか、ビートたけしと高倉健、壮絶弾丸という男とか、ビートたけしのダブルの話とか、もうたけしさんのそのこういう人ですよっていうネタをずっと舞台とかでもできるし、テレビとかでもできるポジションの人だから、うん、あのこれ見て、弾丸塾近日公開になってるね、もう公開してるね、うん、すごいよね。時代だよな。テレビの人だと思ってたもん、完全に。俺も出てー、俺も出てーなー、いいなでもなんか閲覧ね、もっと話題になると思ってたけど、閲覧自体は増えてないんだよな、なぜか。なんで閲覧増えないんだろう。もっとね、なんか問い合わせが来てもいいかなと思って、問い合わせ殺到すると思ってたんだよ俺、電話全然問い合わせ来ないもんねなんでいろんな人から来そう。まだまあまだ始まったばっかりだもんね。今日のさっきリリースしたばっかりだから、これから来るようになるのかな。いやーすごいよ、うん、わからないもんだよ、本当に本当にわからない。何が起こるか全然わかんないよ、人生は。なんで今日こんなに閲覧少ねえんだろうな。謎なんだよな。俺の放送でさ、なんか40人とか結構ありえないじゃん。なんで今日こんな閲覧少ねえんだろう。この時間帯だったら100、200全然超えるんだけどな。やっぱりサムネがダンカンさんだから分かりづらいのかな。なんか意外だなとか思ってるんだけど、初々しかった。パッと見分かりづらいのかな、普段の枠と違うから。
通常のサムネの方がいいのかな。なんだろうね。普通の枠に切り替えてみる？サムネ。なんかね、人の集まりがクソ悪いんだよね、今日。びっくりしたんだよ。やっぱサムネイルって大事なんだな。なんか、印象が全然違うんだろうね。ラジオ配信だと思われてんのかね。わかんないんだよね。なんでか知んないけど閲覧が異常に少ないんだよ。100は行くはずなんだよ。この時間帯だったら。でもね、一向に増えないんだよね。一回枠切って通常枠にしてみる？このままやっててもね。いや、違和感ずっと気づいてたよ。ちょっと枠取り直すわ。ごめんね。ちょっと枠取り直します。お疲れ。